ゴーゴロゴロさんいらっしゃいませ。トリーソウルさんいらっしゃいませ。遅い時間だけど誰か来てくれるかなです。私一人かな。やばい、今日はゼロかな。一人かな。今日は夕方から仕事に行って帰ってきて今なんですけど、仕事が終わって、インスタでなんか DM が来てたんで見たら つるぴかはげまるくんがブチ切れてて そう、インスタライブせえへんやんってブチ切れてて、あれってブチ切れてるよってなって、ほなインスタライブしますねって言ったら、こうへんのかーいって感じです。遅いからな。でもあれやで、火曜と水曜はもともと仕事やからこの時間ですわ、インスタライブはね、っていうことをご了承いただきたいです。つぴかちゃん ゆうちさんいらっしゃいませ。あ、きこさん来た。よっしゃ、きこさん来てくれた。きこさんありがとう。ラッキーラッキー、リリさんもいらっしゃいませ。1001ねねさんもありがとうございます。今日は遅い時間にインスタライブのスタートです。不定期になるね。だけど火曜と水曜はどうしても仕事に行くのでこの時間になってしまうんです。疲れたね。皆さんは仕事始めだったんかな、今年の。昨日からの人もいらっしゃるでしょうかね。私はどう言ったらいいのかな。ペルトのお仕事はもう年末年始はずっとお仕事 制作発想ね。だけど、そうだな。もう一つの勤めている方のお仕事からすると、今日が仕事始めでした。年中無休のでお仕事してる、年中無休のお店なもんで、私は逆に、年末年始お休みをいただいた方なので、ありがたやなんでございますけど、こう年末年始で1週間お休みをいただいてからの復帰って疲れるね って思った。そう、疲れた。なんか下手に休むと疲れるね。下手に休むと、なんかまた移動するのに力を使いますね。なんかそのペースを取り戻すのに、また休んだ分の辻褄合わせみたいなのが巡ってきますねって思いました。今日はお休みをいただいてた分、すごい楽だったんです、やっぱり年末年始がね。その代わり今日は疲れたっていう感じ。あきこさん、私無職。あら、無職ではないわ。作家さんです ね、あきこさん。りえさん、来てくれた。りえさん、しゃべろうって、遅いからもう寝るかな。私もちょっと遅い時間なんで、インスタライブもほどほどな長さで、ちょっとマスクを脱ぎながら、そう、配信させていただきますね。久しぶりのインスタライブに来た。七色さんも来てくれた。ありがとう。みんなもう寝るかな。無理なくお付き合いくださいけど、付き合ってくださったら嬉しいです。そうそう、言うて、あきこさん、作家さん。りえさん、もう寝るとこかな。そう。吐き出そうかな、今日は。またパンクです、私。あきこさん、りえさん、七色さん、またパンク。ゆきこさんいらっしゃいませ。そう、パンクじゃ、ちょっと何かを指導するとすぐにブワーってなって、パンクするのない、そういう時。私はね、すごくある。自分の予想以上のものが押しかけてくるというか、っていうのがあるかな。
な。うーん、一つ一つと思っていることが私が遅いんでしょうね、仕事がね。お風呂上がりです。あ、止まった？七色さん、今日の寒さはちょっとマシかな、福井県。でもまた週末あの寒波が来るって言ってますわ。七色さんはあったまった？詰め込みしすぎちゃうとね、リエさん。そうな、なんかさ、リエさんはどういう感じですか？大塚りんこさんいらっしゃい、久しぶり。そう、あのどういう感じ、リエさんは。私はね、どっちかと詰め込む方が好き。詰め込む方が好きというか、暇してるよりはいろいろやってバタバタしてる方が好きだったりはするけれど、なんかな、巡り合わせなんかなんかわからないんですけど、自分が1動いたらね10ぐらい返ってくるんです。だから自分のキャバを超える量の何かがボーンと押し寄せてくるんです。自分が一歩動かして出しただけで、それはねすごい恵まれてるのかもしれないと思いました。私はなんかそういう時ない？詰め込むつもりもなくて、ちょっと指導して見たつもりがなんか詰め込まれたみたいな時ない？私結構そういうパターンが多いかもしれないですわ。ね、なんかみんなが視聴し始めましたって遅い時間にパラッとでも顔を出してくださってありがとうございます。はなりさん、めぐめぐさん、ハッピーさん、まとちやんさん、いらっしゃいませ。なんか詰め込みすぎてさ、パンクだわ。ちょっと一歩前進し始めたらどっさり帰ってきて、やるべきこととかがもうとてもじゃないけど要せんっていう感じで、私何を優先して何を優劣つけるとか優先順位をするかっていうのがもうちょっとわからなくなっちゃったかな。ね、なんかいつもねペルトのお仕事はイベント出展が中心なので、1年の間でねこの年末年始だけはね唯一のねあのねお休み期間なんです。だから年間ものすごい走り抜けるんですけど、もうどんがらがしちゃんで、でもこの年末年始だけはねあえてゆっくりするって決めてるの。あえてゆっくり過ごすって決めて毎年言うから、詰め込みすぎる時もあるけど基本ゆるーく、リエさんはゆるーくか。でもほんとそうせんとあかんなと思っていたのに、なんか詰め込むつもりもなかったのが、なんかちょっと指導し始めるともうドババ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 バってなってもカンカンになっちゃった。そういう時ない？私はよくある。ケロケロさん、こんばんは。遅い時間だけど来てくださってありがとうございます。そう、今日ね詰め込みすぎの話。あのな、ケロケロさんはどうな？私はさ、一歩動いたら10個ぐらい返ってくることがある。なんかそんな詰め込むつもりはないのに、ものすごいなんか急激になんかいろいろ来るんですわ、どっさーって。そしたらな、何が言いたいかっていうと、年末年始は正直ゆっくりさせていただくつもりだったのが、あの今までで一番無理な状態かもしれないです。あのいろいろありすぎて休憩どころじゃない、今までで一番キャパ超えするだけの仕事量が立て込んでしまってて、今までで一番ゆっくりできない状態が今かも。で、今までが今が一番ピンチかもしれないです。いやもう全然落ち着かなくて私まだマスク塗ってるよっていう感じ。ケロさん助けて。そうね、実家に帰るどころじゃない、仕事が、いやいくらやっても終わらないですね。ありがたいですけどね。あれ、私落ちてるんかな。なんかインスタライブもよくわからんくなっちゃったけど、ゼロでも喋るね。あの後でアーカイブを見てくださる方がいらっしゃるかもしれないからね、一人でもね。で、
詰め込みすぎたのか、許可を超えて一つ一つってやっていってることが、一つ終わらせたらまた三つぐらい来る感じ。ケロさん、いつもだったら今週末フレスポだったのにね。それー、さすがケロさん。そう、今週末違う、今週末か、この間の土日かな、いつもだったらね。去年はね、ケロさん、あの台湾に行ったから一周ずれて3連休に予定を一応してたんですわ。まあ、あのインフルエンザになっちゃったから、あのインフルエンザになっちゃったからあれでしたけどね、あのキャンセルしちゃいましたけどね。ケロさん、覚えててくれてありがとう。いつもだったらお正月に実家に帰省した時に出店するんです、フレスポに。だからね、いつもだったら3日とかに出店してたかもね。やばい。トマトムカドさん、いらっしゃいませ。リエさん、人気布作家さんあるあるなのかしら。人気かどうかは謎やで。私の容量が悪いんかな、リエさん。ミシンが進まん、もっと縫えてたのに前は。ペルトさんの発信力のすごさ、いやなんだろうな。ラナイロさん、でもなんかさ、こうやってなんか一人で黙々と縫うよりは、こうやって私がブツブツ喋っとったらコメントいただけて、一人じゃない方が嬉しい。本当に何日かかってこのマスクをやっとるやろって感じ。うち布ね、うち布60枚縫うのにどんだけかかったか。あのいつまでアメリカの納品分のマスクを縫っているの私って感じですね。まずずっと、もうさ、この週末は初売り祭りやというのに私は何を縫ってるんだって正直思います。でもそれが終わったら、それが終わったでまた次があるとかってなるんかな。チェロさん、いらっしゃい。あのね、布巻きとかもしてたんです。布巻き、買った布が、だからあの一旦買いとかしないとさ、折りたたんだ状態で届けられることが多いんですよ、送料節約のために。あちらのお店がね、そしたら折りたたんだままで置いとくと折りじわがつくので、なるべく早い段階でね、巻きをするんです。歯間に巻き取るんですよ。巻き作業とかなかなか食べ込んでたので、年末にね、一回ね、しばらく分を巻いたんです。あの癖折りじわがもうつきまくりはまぐらいで、巻いといたら収まったりするんですよ、ちょっとはね、と思って、巻く巻いて巻いて、はい、巻いてをやったら、何にも縫わない、何にも切らない、何にも感染しない、何にも進んでない年末やったというか、もう紙巻い、あの布を巻いて終わったみたいな、まあ、布は巻けましたけど、なかなか巻いて終わりましたね。巻くだけで何にも進まないですよね。なんかコロナのせいにはしたくないですけど、容量が悪くなった。いろんな、もっと縫えてたし、もっとタフだったのに、なんか全然できなくなっちゃった前ほど。なんかキヒカさんとかはきっとほんまやなって思われるかもしれないですわ。なかなか私縫えてたんですよ、すんごいスピードでどえらい量を縫ってたんですけど、前ほどなんかスピーディーさに欠けるなって自分で思いますわ。なんか劣化したんかな私、これもコロナの影響っていうとこが。あい、ママさん、いらっしゃい。てるてるゆきこんさん来たわ。よっしゃ、ゆきこんさんこんばんは。みみみさんもいらっしゃい。サンドラスさんもいらっしゃいませ。チェロさん、あこ、あや、あやこはさんもありがとうございます。そう、もうみんな寝てね。一人で喋っときます。ね、十分に濡れてないとね。花もこさん、いらっしゃいませ。さやかさん来た、こんばんは。来てくれてありがとう。お休みに来てくれたかな、ありがとね、さやかさん。けいこちゃんが喜ぶわ、さやかさん来てくれたら。さやかさん、アーカイブで見てたらさやかさん来てたってけいこちゃんが喜んでました。さやかさん、けいちゃん覚えてる、来てくれてありがとう。
ゆきこんさん遅くなりましたが明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。こちらこそです。ゆきこんさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年末年始忙しかったよね。なんやかんや気忙しかったよね。主婦の人はなかなかだね。お疲れさん、ゆきこんさん。そろそろ日常を取り戻していこうかなタイミングやな。私もそう、今日から旦那さんがお仕事行って、昨日から昨日から旦那さんお仕事行って、明日から子供たちも学校が始まります。さやかさん、こんばんは。コメントありがとう嬉しい。さやかさん変わりないですか。私はぼち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 だわ。仕事終わって帰ってきてご飯食べてなかったから、里芋の煮っころがしと白ご飯でパパって食べて、ほいで今またミシンとインスタライブです、まやさんいらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。はあ、12時1月5日が終わっていくね。あと5日でマルシェ。私何も商品できてないんだよ。焦るよね。明けましておめでとうございます。ご挨拶遅くなりました。まやさん、ご丁寧にありがとうございます。明けましておめでとうございます。今年もまたいろいろとお世話になるわよろしくお願いします。あ、七色さん、うちの息子は7日から学校。うらやましい。7日、めっちゃええやん。明日も休みじゃん。めっちゃええよ。ゆっくりしたい。なんかもう正月明けが気ぜわしいですわって言うて、旦那さんが4日から仕事の時点でもう何かがしんどいですよね。何そういうの。旦那さん4日から仕事やんか、早いわってなりましたわ。なんか年明けて三が日住んだらもう仕事みたいな、まあそんなもんでしょうけど、なんか気ぜわしいね。うたうたさんいらっしゃいませ。 MGM さんもいらっしゃいませ。キティガチャさん来てくれてありがとうキティガチャさん来た。そう、お腹すいた。晩ご飯さっき食べたけどな、キティガチャさん足りひんかったわ。ね、ゆうきゃん、トムさんいらっしゃいませ。でね、自分のことでいっぱいいっぱいになるじゃん。自分のことでちょっと今いっぱいいっぱいになってるんです。マルシェもあるし。ゆきゃんたむさん、こんばんすた。何作ってるんですかありがとう。ゴーゴーロールオールルンゴー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 ハローゴーゴー。あのな、ポケット付きマスクを作ってます。アメリカにマスクを納品しようと思う話がもう年末から言ってるのになかなか完成しんくてさ、今こうやってやっとね、一枚一枚こうやって塗ってってるとこなんです。こうやってやっとここまで来たよって感じで、もうおっさいですわ仕事がね。こういう感じでこういろんな色柄で、ちょっとアメリカ人の好みがようわからん。アメリカンカルチャーが全然よくわからんからね、これをねいろんな色柄で塗ってちょっとチャレンジしてみようかなって思ってるの。ゆきゃんさん聞いてくださってありがとう。会話してくれると嬉しいね。ゴーゴロさん、ハロー。花もこさん、明けましておめでとうございます。とっても久しぶりです。今日から仕事でした。花もこさんいらっしゃいませ。コメントありがとうございます。とっても久しぶり、ありがとうようこんな遅い時間に通知を見てから来てくださいました。ありがとう。こちらこそ、あのお仕事お疲れ様。私も今日から仕事やった。ちょっと待って、さやかさん、芋屋金次郎がある。ちょっとどういうことよ。芋焼き金次郎食べたいな、久しぶりに。さやかさん、罪です。ひまわりさんいらっしゃいませ。ゆうきゃんさん、どうやって作るんですか。マスクの作り方ですか、ゆうきゃんさん。そう、
どうやって作るんですか？だってマスクね、どうやって作るでしょうか？だねこんばんは。マスクだいぶできましたね。そうだね、一つ一つ。やっぱあれやな、ひまわりさん、ポケットができるとあとは早いね。外側がパッパッパッと完成していくな。ここまで来たらなんかもう本当にゴールが近いっていうか、いいな、楽になるって感じ。ポケット縫うとこが一番めんどくさいよねって誰が考えたの？私ですね。丁寧なお返事ありがとうございました。ゆうきゃさん、とんでもないです。あのな、マスクの作り方はあの私のインスタグラムの、ホームページっていうかプロフィールのページのところのリンクを見ていただいたら、マスクの作り方のものすごい詳しいのがあの YouTube に上がってるリンクが貼ってありますので、よかったらそこを見ていただけますか。ゆきゃさん待って、ちょっと待って。さやかさん、ペルトさんのお家にね。あ、金次郎あるある、金次郎あるよ。のなんで知ってるの、怖いわ。さやかさん、ちょっと待って。あれ、ゆきゃさん不器用で器用で素晴らしいです、とんでもない。ゆきゃさん、これここにね、ペルトのトップページあるでしょ、インスタのね。これならここのリンクを押すの、あ、間違え、リンクを押すんですね。ゆきゃさんね、ただここ、こういう感じでリンクのページになりますよ。この下の方にさ、ペルトポケット付きマスクのさ、型紙のダウンロードとか作り方とかもう鬼ほど鬼ほどあの分かりやすくありますので、よかったら見てみてください。小学生も縫える簡単なマスクの作り方です。よかったら見てみてくださいね。了解です。 YouTube 見ます。ありがとうございます。ちょっとちょっとちょっと、イケメン来たよニールさん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ニールさん来た、久しぶり。明けおめ、そうじゃないかと感づいてました。あ、そうな、どこ映ってないのに、何がどこに、どこで芋焼きんじろうと思ったんかな。七色さん、わかります、ポケットが山場です。そうやろ、ポケットできたら早いのよ。あとはパッパと完成してくんじゃんな。ポケット60枚塗ったよ、七色さん、これわかるじゃん。ニルさん、こんばんは、ちょこっと覗きに来ました。明けましておめでとう、来てくれてありがとう。でも仕事やから寝てやね。ニールさん、ありがとう。明けおめ、今年もよろしく、変わらぬお付き合いしてくださいね、ニールさん。去年は車にお金がめっちゃかかったよ。もう車検通すのにさ、バッテリーも変えて、車のタイヤも買い替えてさ、ほんでさ、バッテリー変えて新しくしたらさ、その車検が通った後にはエンジンかかりませんっていう話よ。どういう感じって、ニールさん。なんか、バッテリーの後のなんとかっていうところ、なんとかっていうところがなんとかなっとったから、それも作り替え、あの、付け替えたの。どえらい出費です。はぁ、あ、費やした。っていう感じ。な、花もこさん、雪が大変でしたね。また7日からお湯くりになりそうです。花もこさん、どこの方やったかしら。あのな、なんかまたこの週末降るって言っとるな。あの、福井も、まだ前の雪が道の横に残ってるんですね。うちの、あの、力作の鎌倉もなんとかまだ残ってるんですけど、あの、また降るんやね。また鎌倉造強しようかな。でも、また降りますの予報が本当に嫌な。またさ、しばらく分の食料を抱えて、とかなるのかな。ニューさん、明けおめ、こちらこそです。明けおめ、来てくれてありがとう。ちはるさん、こんばんは、遅くに来てくださってありがとう。ゆりえもんさん、いらっしゃいませ。ソルエルソレルソレイルソレイルハロー。花もこさん、それではおやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。私何時から始めたか忘れた。1時半ぐらいかな。ももさん、いらっしゃいませ。かーさささー、さお疲れ様。ね、ひまわりさん、毎日ログ見てますよ。面白い話の時はニヤニヤしながら聞いてるよ。ほんまやな。ちょっともう今日ともこさん、こんから全然面白くないよ。ミティさんとかのぞみさんとか、そこらへんまさきさんとか、面白キャラが、面白キャラじゃないけどやな。あーちゃーん、僕以外の方にはわからない話題ね。ほんとそれ。でもニールさんわかるじゃん、この大変さ。
やばいよなセブン。ちょっとうちのセブンもうやらかしてくれちゃいましたね、あの本当に。でも多分なコロナで運転しなさすぎた、もうバッテリーやらかしたよな。そしたら聞いてカーオーディオがいかれてさ、あのさ、あの Bluetooth が聞けなくなったんです。何のためのカーディオですかってなりゃ、 CD とかラジオとかテレビとかいっぱいついてるけど機能は全然使わないの私。 Bluetooth でスマホに入ってる音楽をセブンで再生させるだけためにつけたのに、わざ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 それがさ、イカレタのバッテリーが上がった時にオーディオがバカになっちゃって Bluetooth だけ聞けないんです。ニールさんこれどう思う？買い替えか？ねえ、マンディーおやすみ。マンディーおやすみに来てくれてありがとう。マンディー来てくれてありがとう。マンディーは香港、マンディもテイクケアやで。お休み、風邪ひくな。そっちはあったかいかな。あったかいか。いやーでもまあまあか。私台湾行った時半袖で体操してるおっちゃんおった公園で、もうそんなもんや。そっちはなあったかいかな。京都府北部、あー花婿さん京都の北部か。あーでもちょっと寒いな。一緒ぐらいかもしれんね、私んとこと福井県とね。教えてくださってありがとう花婿さん。今更なんですがペルトさんのポケット生地ダブルガーデですか？うん、七色さん、ずーっと私のポケット生地はブレずにブレずにずーっと変わらずガーデ生地、ダブルガーデってもうずーっと夏も関係あらへん、ずっとポケット部分はダブルガーゼで塗ってます。なんかみんないろいろ工夫されてましたけど、クール素材とかなんか高島縮みとか、でももうなんかそういうことをせずにもうこのまま冬になっちゃった。でもガーゼの柔らかさはやっぱり私は好きかなって思いますよ。ヨナイロさんは何で塗ってる？あ、1363こんばんは、遅くに来てくださってありがとう。1363もう仕事始まっとるんかな。私は今日が仕事始めでしたよ。なんか久しぶりに言ったら正月ボケではないけれど、なんかちょっと疲れたかな。またペース取り戻してかなあかんね。あーそれは買い替え。もうほんとさ、ニールさんマジでまたこれはオーディオ買い替え。わかるやろ、もうさセブンの企画がさちょっと違うからな。今のオーディオをかますのにすごい苦戦したんです。 10.5 インチかなんか知らん、 10.5 は嘘か、インチがさ画面のインチをパネルのすっごい苦労したのに、あれむっちゃ苦労してもう二度と話すのははめ替えられんなっていうぐらいむっちゃ苦労したのに、またあれ外すってどないなんだかです。ニールさん音楽聴けないのつらいわね。そんなことをするよりも全塗装したいなとかまた思うのよ。ひろあきさんおはよう、起きた？ひろきさん今から起きたの？仕事？それとも正月で寝てて一回起きてまた寝るやつ？マーディー今日昼はあったかかったよ。22度、いやもういいやんか、もうロンティーでうろつける、下手すら半袖か。羨ましい香港、私も行きたい香港。冬だよこっちは、雪積もってるんだよマーディー。寒いよ福井県。ひまわりさん11時30分頃に始まったよ。ダイソーの Bluetooth 片耳イヤホン買ったけどまあまあ使いやすいよ、300円。うわそうなんや、片耳イヤホンか。でもイヤホン片耳ってすごいわかる、私でも片耳好きやわ。ひまわりさんなんか両耳塞がれることがねちょっと実はね苦手だから、見てひまわりさん私も片耳なのに Bluetooth はね、これはあのアンドロイドでリンクしてますけど苦手な、両耳塞がるのわかる、旧車あるあるですね。ほんとニールさんマジそれなで、そのドリンクホルダー一つつけるのもなかなか苦戦よ。あんたも携帯ホルダーつけるだけでもなかなか苦戦よ、セブンだからね。あそしたらオーディオよ、うんね。七色さん私のダブルガーゼよりパリッとしてるから何が違うのかと思って、あそうパリッとしてるかな、ほんと。でもダブルガーゼも七色さんピンキリやな、あの柔らかさとかは違うね。私のこの使ってるダブルガーゼはパリッとしてるかな、まあ割とシャンとしてる方かな、うん、ふわふわよりはシャンとしてる方かな。仕事はもう少しで走る。うわ色明さんこんな時間から走るな、気をつけて。
福井の方雪あるよ。明日お店来るって聞いとこう。布ぞうりさんいらっしゃいませ。ご覧になっていただきましてありがとうございます。なんかさ、遅い時間に来てくれてありがとうです。あきこさん、ペルトさんはズームはパソコン、携帯、スマホです。あのこの iPhone でズームしてます。あきこさん、パソコンでした方がいいのかな。あきこさんは何でズームしてますか。っていうか、なんでパソコンがいい、スマホがいい。はるかさん来てくれた。はるかさんこんばんは。ニールさん、ペルトさん、僕は明日から仕事始め、いろいろやばいので明日も朝やから今日は寝ます。今日も今年もたくさんよろしくね。そうだね、あの遅くまでありがとう。ニールさんはよ寝や。また自分で起きて自分で行く生活始まりますよね。ありがとう来てくれて。はあ、はるかさんありがとう。おやすみかな。ひまわりさん、充電するのに2個あれば便利。ダメならネットで買おうと思ったけど全然使えるよ。ああ、なるほどな。片耳イヤホンね、確かに。ひまわりさんとかはさ、スマホでさ、こういう配信とかをこう聞きながら、 BGM 感覚で聞きながら何かするとかが多いんかな。トムトムさん、遅くに来てくださった、ありがとう。今日は火曜日なんで仕事終わってからのインスタライブ。いつもこれぐらいだったんやな、インスタライブだけだった時って。カースイこれぐらいから私初配信が終わった、初配信というか初めてのインスタライブもこれぐらいの時間にやってたんですよ。11時半ぐらいから泣きながら配信スタートしとったんですわ、今思えばね。あきこさん、ほとんどしないけどいつもスマホ、パソコンの方が画面が大きいしなと思ってズームレッスンに使うの。あー、なるほどな。いやでもさ、パソコンの方がいいってみんな言うね。だってほら、ファイルを共有するとかそういう作業がやっぱしやすいんでしょ。私はファイルを共有するみたいなズーム会議はあんましないから、ベラベラ喋るだけだけど、なんかパソコンでしたらいいのにってよく言われますわ。でもそうかもしれんけど、スマホでしかしてないの。ネギちゃん、伝えことあったらコメント打つね。ネギちゃんな、話したいことあるって言っとったあれは何？DM 来てたやつ。お疲れ様です、あきこさん、ありがとう。トムトムさんこんばんは。そうでした、そうでした。そうやろ、トムトムさん、こんぐらいの時間毎日やってたよね。いつも今思えばよ、インスタライブ10時11時スタートが多かったよね。コメント打つね。うん、いいよネギちゃん。ここでもここで話してもいいことなの？まあいいけどさ。どうしたのネギちゃん、パソコンハードル高いね。でもな、キクさん、実は私な、新しくというか、まあ、あのカメラ付きのパソコンを実はねゲットしてるんです。実はね。だけど子供たちが、あの子供たちがね、なんか YouTube 見るとかに使ってしまってしまいまして、私のここのね、あのペルトのためにと思っていたパソコンが子供らに占領されてしまいましたんで、せっかくパソコンでズームできるパソコンがあるのにスマホでズームしてるっていう謎の、まあいいかっていう感じ。そんなに私十分ですもん、これで。私あの何十人かあの来ていただいてますけど、あの別に支障ないかっていう感じ。私の場合はね、そんな高度なズーム会議とかは全然しないんです。あのマルシェの参加者さんの皆さんとお話するだけのことなんでね。そう、ネギちゃん昨日のズームで痛かった。何が痛かった、どうした、何が痛かった、私に文句が怖いです。ちょっとネギちゃんお手柔らかして、私今今日疲れとるからな、メンタルちょっと弱いぞ、泣くかもしれんぞ、きつく言わないでね。七色さん、ダブルガーゼでもいろいろあるんですね。お高いのを使ってるのかと思ってました。全然だね、高くはないと思う。
で言うとメートル110センチ幅でメートルいくらぐらいかな、800円前後、800円強ぐらいかな、のダブルガーゼですよ。あのね、巻きで買ったんやんか、七色さん。これあの巻きで買っとるから、このダブルガーゼはね、だからちょっとあの一旦買いしてる分ちょっとだけお安いかもしれないけれど、そんなめっちゃお高いガーゼなんて使ってないよ。普通の一般的なダブルガーゼかなっていう感じ。安いガーゼはなんかバラバラぼろけたりせんのね、切り目が、切り口がバラ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 ぼろけたりしませんか。それがすごい苦手。そのそれまではポケットにしないかな。ネギちゃん、例えばライバー配信してないとリスナーが来ないと売り上げにならないけど、ライバーん、ライん、ネギちゃん何、例えばライバー配信してないとリスナーが来ないと売り上げにならないけど、ライバーがリスナーで人の集まるとこに行って知り合いのリスナーさんからの挨拶でよくある、ライバーがリスナーで人の集まるとこに行って知り合いのリスナーさんからの挨拶でよくある、うん、なんじゃ。要はこのこうインスタライブのコメントでまとまるの。ネギちゃんゆっくり聞くけど大丈夫か、大変じゃない。カズさん来てくれてありがとう、こんばんは、うん、遅い時間やな、まだ起きてたの。カズさん今日は久しぶりにニールさん来たよ。カズさん明日から仕事始めだって。カズさんはいつから仕事始めですか。うちは昨日から。わからん、ライバーわからん、ライバーがリスナーで人の集まるとこに行って知り合いのリスナーさんからの挨拶でよくあるじゃん、わからん。え、どういうことや、ネギちゃん。例えばライバー配信してないとリスナーが来ないと売り上げにならないけど、うん、ライバーがリスナーで人の集まるとこに行って知り合いのリスナーさんからの挨拶でよくあるじゃん、わからん。どういうことや、何の話、売り上げの話か。こんばんは、今日からです。あら、お疲れ様今日から、今日からか。正月ボケはしましたか。私も一生今日からやった。疲れてるよね。休んだらダメだね。ハンドメイドライバーがリスナーで行ってその場ストア開けて帰れば、うん、なんじゃ。まずネギちゃん、ネギちゃんの私に話したい内容は困っていることなのか、それとも提案なのか、私に対する苦情なのか、私に対するアドバイスなのか、うん、8位陣に対する提案なのか、マルシェに対する提案なのか、ハンドメイドライバーのペルトに対する提案なのか、相談なのか、どういう感じなんだろう。ハンドメイドライバーがリスナーで行ってその場でストア開けて帰れば、うん、どうした。提案、普通プロフィールしか見れないけどストアも見れて帰れば、うん、ハッピースマイルさん来てくださってありがとうございます。提案か、ネギちゃんからのな。それはシステムに関するこういう機能があったらいいなのお話なんかな、ネギちゃん。
プロフィールだけじゃなくてそこからストア開けて買ってもらえたら人の配信とこに行ってる状態でも買ってもらえるからいいんじゃないかっていうことなんかな。ベリーソンさんいらっしゃいませ。そう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 。あーってあきこさんどうした、なーにあきこさん。なるほど、うん、そういう機能があってもいいかもしれないですね。あーってあきこさんどうした、はっどうしたあきこさん。私はその画面からライバーさんをフォローできたらと思う。ああ、それは思うな、私も。ごめんね、そうだよね。ん？そうか、そういう意見があってもいいな。ネギちゃんさ、そういう意見さ、あのアプリの問い合わせから事務局に直接提案したらいいと思うよ。ネギちゃんが一ライバーとして、そっちの方が早いかもしれない。私に言ってもらって私が言うよりも、多分ネギちゃんが直接問い合わせからこういう風にしてもらえるといいと思うんですけどどうですかって言った方がいいと思うよ。私システムの人にも言われたもん。全部何もかもペルちゃんのところに言いに行くんじゃなくて、各ライバーがそれぞれあの言ってきてくれたらいいのにって言ってたよ。だから言ってごらん、ネギちゃん全然大丈夫やで。提案了解。うん、まだ何かあったら言って、あの来やすくね、言ってきてくれてありがとう。あきこさん、あのですね、お友達が偽アカウント812から当選メール来ました。あーほんまや、私あきこさんが言ってたのやっと分かったよ。昨日かな、私もなんか意味が分かってなかったけどやっと分かった。あのフィッシング詐欺の偽アカウントができてたんだね。あのあきこさんの友達は被害には遭われませんでしたか、大丈夫でしたか。あのそれがちょっと心配になった。なんかあきこさんが言ってることが配信中の時点で私ちょっとなんかあの812のアプリっていくつもあり、あのアカウントっていくつもありますかっていうお話いただいたけど、ちょっとパッとすぐ分からなくてごめんなさいね。あの偽アカウントが存在してフィッシング詐欺みたいなことが起きてたんだね。リングライト当たりましたっていうやつやろ。そうだから被害に遭ってないことを祈る。で私がその情報を得て、あのそうだったんやと思ってアクセスした時にはね、そのフィッシング詐欺のアカウントはねもうね消えてた。だから遅かったっていうか消えてたから遅かったのか、これで集結したのかちょっとわからないですけどね。いやなあ、そんなことね。末尾 L が2つね。そう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 、ネギちゃんな、えな気づかんよね。めっちゃそっくりさんやったもんな。あきこさん偽物だよねって私に確認してこられて偽物ですって言いました。もうそのアカウントは存在しないみたいです。うんうんうん、なんか消えてたね。だから多分あの通報されたか本人がヤバってなったんか知らんけど、なんか消えてたね。なんかでも被害者がないうちになんとかなればそれはそれでよかったよね。マハロさんいらっしゃい。812が注目されてる証拠ですね。うん、実はさ、ここだけ話だけどさ、昔もう一つさ、なんか詐欺みたいなことじゃないけれど、なんかよく似たさ偽サイトじゃないけど偽アカウントみたいなのがなんかある時があったわ、昔とかだいぶ前に。だから注目されてる証拠だわ。半日考えたよ。んそのプロフィール、他の人のリスナーで言ってる間から変えるっていいなっていうことに関して、ネギちゃん。そういうこと？ひまわりさん、あきこさんの話、私も知ってる。気をつけなきゃね。でもちょっと、そうだね。でもこれを機にさ、多分8、1にもちょっと考えるんちゃうかな。あんまりそのほら、抽選とかっていうのを気やすく SNS ですると、ほら、大事なお客様とかを、こうやって被害に遭わせる可能性があるから、あのこれはいい機会やったんかもしれんよね。ひまわりさん、同じようなことが起きないように次からはお互い気をつけようっていういいなんかあれになったんちゃうかなって私は思いますよ。
SNS は気をつけないとですね、ひまわりさん。うん、私もそう思うわ、きこさん。確かに危ないよな。なんか何でもかんでも個人情報を当たったからって言って、しかも812のアカウントだから大丈夫ってみんな思うじゃん。信頼してるからさ、危ないよね。半日考えた。末尾 L が2つを半日考えたんや。あ、そうなんや。ネギちゃんもいろいろ考えてたんだな。私もなんかあらっと思ったけど、あきこさんが言ってくださったのが、あ、これのことだったんやっていうの分かるまでに時間かかってごめんやったね。マダムさん、久しぶり、来てくれてありがとう。そう、でも被害がなければよかったね。うん、未然に防げたならよかったなって思う。あの、怖いね。私もさ、なんかいろんな DM が来ますよ、あの日々ね。いろんな方からいろんな DM が来て、いろんなやり取りを やってますわ。だからその中で誰が誰でどうかなんかっていうのが本当のところがどうなのかって、ね、そうなん、確認してられないところありますよ。パッ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 って終わらせるっていうか、こうね、あのこなしていかないと終わらないので、一日の業務がってすると、あの引っかかるよね。こんな騙す方から騙されたら、私なんてすっごい簡単に騙されると思いますわ。危ないですねって思った。マダムさん、こんばんは。カズさんはもう寝たかな。変だなと思ったら気軽に聞かないことですね、開かないことですよね。そうだね、確かに。でもさ、あんなもん L が2つあってもさ、一瞬あんな812のなんか公式アカウントにそっくりさんにされたらさ、ちょっと一瞬わからんよね。なんか戸惑うよね、ひまわりちゃん。なんかそんなことしてフィッシング詐欺して、一体誰がそんなこと思いついたんとか思う。でも開けたくなるのが人の心理。そうなんだろうな、だよね。最初は何も警戒しないもんね、そこまでね。逆に大事な用事だったらどうしようとかなるじゃん。なんか立ち位置にもイベントが多いし、企画が多いから、なんかいろんなプレゼント企画とかがあるからさ、あるよね、騙されそうになることがね。カズさん、はーい。言うて私カズさん起きとるわ。あの1時間になるな、インスタライブね。違うんやって、ネギちゃん、ネギちゃんが来てくれた。今日は遅くまで来てくれてありがとうでもネギちゃんと話したいと思っとったから、ネギちゃん来てくれて、今日はやっぱりインスタライブしてよかったね。あきこさん、葛藤の末私は開けない。私開けちゃうのは開けちゃうかもな。あのウイルス感染とかなるタイプかな。よっぽど変やったらあけんけど、とりあえず812は私自分の所属事務所ですからね。なんか来たらとりあえず開けちゃうな。ライバーはリスナーの人はほらお客さんだから、ちょっとなんだってなるでしょ。うん、ネギちゃんいいね、ありがとう見えた。いやいや、ネギちゃんありがとうね。なんかさ、こうやってネギちゃんが何でもこうやって私に話してきてくださるのが、私実はめっちゃ嬉しい。あの腹割って話してくれるやなって思うと嬉しい。うん、なんかよくしていこうとか、あの賑やかに盛り上げていこうって、ネギちゃんがいろいろあの812をね、どうにかしようってしてくださってるのとか、コマースを盛り上げたいとかね、なんかそういう考えでいらっしゃるところが素晴らしいなと思ってますよ。ネギちゃんありがとうね。はあ、でも日々激怒、812も日々激怒。なんかね、もう私もちょっとついていきかねます。なんかあのみんなの話題になかなか乗り遅れそうになりますよね。812のマネージャーさんがフォローしてくれるのも怪しいって思っちゃう。あきこさん、そうやな、確かに。ちなみにあきこさん、812のマネージャーさんって、あの怪しいなと思うマネージャーさんってフォローしてくださったりしてますか。あきこさんに、あの怪しいなと思ってるマネージャーさん
思ったら私よかったらお聞きしますよ。言ってください。あの誰がフォローしてるんだろう、あきこさんって思います。ネギちゃん、俺毎日マルシェ開催してるから。あ、そうなんや。へえ、すごいな、ネギちゃん。すごい頑張ってらっしゃる。私は全然ですよ。そう。ネギちゃんパワフル。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19。してないのもあるししたのもあるかな。あきこさん、あ、ほんと、あ、フォローバックってこと。あきこさんの方からフォローしてるの、それともあきこさんは何もしてないのに勝手にフォローされたってことかな。でも怪しいと思ったら無理してお付き合いしてんでもいいと思うよ。マネージャーさんのフォロワーさんとフォローさんを見てその時の気分で、うん、まあその辺のお付き合いはあきこさんの考えでされたらいいと思いますよね。3月下旬まで勝手に抽選会米はるみが、何ネギちゃん、私からはしてないかな。あ、そうなんや。うーん、じゃああきこさんと仲良くしようと思われたのかな。まああきこさんもいろんな配信にいらっしゃるから来やすいと思われたのかな。あのリクルーターさんというかマネージャーさんもね、キャンペーン中。あ、そうなんや。ネギちゃん頑張ってくださいね。毎日販売してらっしゃって、半月下旬まで勝手に抽選会米はるみが当たるキャンペーンをされてるみたいですよ。皆さん宣伝お伝えしました。皆さんよかったらネギ三郎さんよろしくお願いしますねって言ったくね、ネギちゃん。ひまわりさんが言ってくれるから、私もそろそろこれでインスタライブは1時間経つから終わろうかなね。そう、じゃあ今日はここで終わります。あら、アリーが来たわ今日トルコ、今日の産物は、今日は香港のメンディーとトルコのアリー、トルコのアリーハロー、ミカちゃんいらっしゃいませ、アリーハロー。うん、トルコは今夕方6時。お疲れさん。まだお店かな。ハッピーニューイヤーかな、まだ。さすがに働いとるか。ね。よし、こんばんは。元気や。ペルちゃん、味見するならツイッターのダイレクトメールください。いやいや、恐れ多い。とんでもない、ネギちゃん。とんでもないだよ。あの大事にしてください。ネギちゃんの大事な商品ありがとう。でも気持ちはすごい嬉しいよ。ネギちゃんありがとうね。あの大事にしてください、商品ね。ありがとうネギちゃん。なんかネギちゃんの気持ちも優しいね。ありがとうね。さあ、じゃあアリが来ましたのでやめますか。けど怒られるな。やり、アリが怒るわ。アリ来てくれたけどさ、もう私こっちは日本はさ、あのもう夜中なんだわ。だから配信終わろうかなって思うよ。アリ来てくれてありがとう。トルコはどう、日本は。ノールちゃん元気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 やで。ありがとうアリ、本当にアリは元気。コラボする？もういいって。はあ、900キロぐらいある。900キロってすごいな。ネギちゃん、それは新米じゃなくて、新米かな。すごいね。米いっぱいあるって羨ましいわ。ともこさん来たー、ともこさん来たー。Now 12時32分。あきこさん眠いな。遅くまで付き合ってくれてありがとう。ともこさん、夜更かし組が来たわ。ちょっとともこさんの話しとったんやで、ね、あのな、このな、インスタライブの面白い組、あのともこさん、のぞみさん、ミティさん、
まさきさん、ここら辺がこんかったら、もうなんかあかんわっていう話を前半で、嘘でもないよ、アーカイブで見たらわかるわ、言ってたんやで、ともこさんこんなって言って、たともこさん来てくださった。こんばんは。新米、うわ、900キロってめっちゃ羨ましいよ。30キロの何倍や。30回分か。1年分やん、余裕の。今夜ありがとう、おやすみ。ネギチャンネル、おやすみ。あの、新米よかったらネギちゃんとこで買ってくださいねって言っとくね。今度ね、おやすみなさい。ありがとう、アリー、グンナイ。ありがとうね。また喋ろう、アリー、ありがとう。あきこさん、まだ髪の毛乾かしてない。はい、乾かそう。私もよう怒られるの、はよ髪乾かしなって。あきこさんは髪長いんかな。私はこの通りなんで、乾かさないと寒いんですけど、乾かすのがめんどくさいんです。そしたらね、ある方にね、さっさとね、髪の毛乾かすや、風邪ひくわってすっごい怒られるんですけどね、分かってますけどめんどくさいよねっていう感じなんで、私は真面目ですよ。出たともこさん。いやいや、なんか元気かなと思って、ともこさん忙しくされとったんかな。でもインスタライブよう気づいてくださった、ありがとうございます。またね、あきこさんおやすみ、やね、ネギちゃんおやすみ、またね、ネギさんおやすみ。ね、ネギさんおやすみなさいって言ってる、ありがとう。仲良しさん、ともこさん聞いて、やっとアメリカ納品分のさ、マスクができていってる感じ、遅いよね。自分の仕事の遅さにさ、もうがっかりくるけども、しょうがないかなって感じ。20、21、22、23、24、25、26、27、28、そう、もうね、この週末日曜日新春初売り祭りで頑張らないといけないのに、全然進んでないの。なんでこんなに作業が悪いんだろう、作業効率が遅いわ。なんかさ、さ、焦る。なんか自分のやりたいことと思い描いてる通りに、なんか全てが進んでいかないときって焦るね。ね、出るとさ、よく働くね。だってそうかな、ともこさん。でもともこさんもまあまあなかなか働いてらっしゃるって思う。タンポポタン来た。タンポポタンも面白いのにゃー。遅くに来てくださってありがとう。終わろうと思ったら好きな人が来てくれるな。きこさん、ひまわりさん、なあみんな。カーズさん起きてるかな。ともこさん来てくれた。カーズさん、でも嬉しいことにな、今日更新した布ナプキンの投稿、あれを見てね、アメリカのジェイソンが、あなたの商品はアメリカで販売するお手伝いをしてやりたいって心底思うって、なんかわざわざ DM をくださって、何をどうしてそんな話になってくれちゃったのかわからないですけど、あの、なんでそんな風に急に出してくれちゃったのか、しかもあの布ナプキンですよって思いましたけど、なんかジェイソンがね、なんだろうな、どうしてなんだろうね、なんでなんだろうね、こんなに熱心にこうペルトキープゴーイングって言ってくれるのか、お前行け行けって、お前行け行けって、でお前のアメリカ選手にこんだけ力になりたいって思っているよっていうことをね、なかなか熱心に言ってくださるのはなんでなんだろうなって、嬉しいしありがたいんですけど、ありがたいねって思う。それは恵まれてるかな。ハンドメイドの商品をアメリカに納品して受け入れてもらえるなんて、で、そういうこと恵まれてるよね。
恵まれてると思う。で、何も私の方から言ってないのに、はギャスかピースか言ってないのに、アメリカのジェイソンの方から、うん、君の商品をアメリカに広める協力をさせてくださいなんて言っていただけるってどういう感じ？本当ありがとうだよね。カズさんが、トモコさんこんばんはって言ってる。トモコさんが、目で見ても素敵、使っても素敵、それがペルトの商品だからね、だって。泣きそう。嬉しい、トモコさんありがとう。もう泣きそうだわ。いやいや、ありがとう、ともこさん。カズさーん、こんばんはーってともこさんが言っとるよ。仲良しさん。今カズさん褒めまかかなってんちゃう。ともこさんお返事くれたな、カズさん。いやいや泣きそう、嬉しい一言をいただいた。いやいやまだまだって思ってるんだよ、ともこさん。でも嬉しい。なんかそういうかすかなっていうか、はかないのかな、はかなくないのかな。ジェイソンはがっつりお前と付き合うぞって言ってくれてますけどね。アメリカで受け入れていただけるのかなね。でも一つ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 って言ってくれる人がいるんです。私がいっぱい抱えてる時、何回も言いますけど、これは私がいっぱい抱えるから、いっぱい抱えてうわーってなって、うえーってなって、おげーってなってる時に、一つ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 だよって言ってくれる方がいらっしゃるんです。その人の言葉をね、何回も言い聞かせる自分にね。あの、焦る焦る、本当に焦る。もういつもいつもお尻が火事ボーボーだ。私のお尻に火事ボーボーじゃない時が正直ない。なんで私はこんなにいろんなことに追われ続けるのか、なんでなんかしらって思う。たまにはね、沖縄とかに行ってね、なんにも予定立てずにね、なんにもしないっていう予定でね、あの、あったかーい、あったかい、なんていうんかな、気候のところでさ、こうやってボケって何も考えない、あのスローライフを送りたいなとか思う時もあるんだよ。たまにはね、たまにはっていうか、送りたい時あるけど、それがないな。それをしたい、それが実行できそうなタイミングがないな。カズさん、トモコさんは人生の師匠ですって言ってるよ、トモコさん。仲良しさん、なんかご縁があるな。チームベルトは仲良しだね。トモコさん、カズさん、トーアーク22さん、いらっしゃいませ。マムちゃんも来た、いらっしゃい。マムちゃん来てくれてありがとう。夜中のインスタライブ終わろうと思ったら、なんかあかん、なんか楽しくなってきちゃった。なんか賑やかなってきちゃった。来てくださってありがとう。今日はアメリカに納品するためのマスクを縫いながら配信です。こんばんは、マムちゃん、こんばんは。インスタライブに来てくださってありがとう。そう、アメリカ納品のマスク縫いながらなんですけど、
インスタライブを始める時間が仕事から帰ってきてからなんで、火曜と水曜はね遅くなるの。でもこれをね毎日してたの。前はねこの時間からのインスタライブも毎週してた。火曜と水曜はどうしても遅くなるからね、うん、でもそれをしてたから、今日もしてみた。帰ってきてご飯を食べてお腹空いてたんやんか。ご飯食べてゆで卵を職場のレストランからまたもらって帰ろうと思ったら売り切れてた。くっそ、もう口の中が完全にこのゆで卵なってたよね。でもさ、ゆで卵食べようと思ってたのにさ、なかった時のあの残念さよ。2回聞いたわ。ゆで卵売り切れてんのマジでかって。何回聞いたやら本当に、何回聞いたって感じ本当に。もう今日もうゆで卵の体になっとったのに、もうゆで卵なかったんやって。職場にもないよね。なんか急にゆで卵が人気商品になったんかしら。マスクってさあさあ、マムちゃんマスク塗ってますね。ともこさん、私を師匠にしたらおかしな人生になってしまいます。カズさんなんか言っとるよ。でもカズさん、ともこさんはなピンクのアフロで騎士団のライブに行く感じやでなあ。ともこさんあ、ごめん、いらんこと言った個人情報。マムちゃん、81にあまり合わなかった、とっても嬉しいやて。ありがとうマムちゃん。81に夕方の配信時やな。あのね、仕事に行く直前までねパパパって急いで配信したとこがあったの。夕方の忙しい時間はなかなかさ難しいよねって思いながらもね、今日はふみつよさん、チームペルトのふみつよさんのお誕生日だったんです。そうだからお誕生日おめでとうがどうしても仕事に行くまでに言いたくて、来てくれるといいな、ふみつよさんが来てくれるといいなと思いながら、ふみつよさんには何も言わずに配信を夕方仕事行く前ギリギリにしてたの。そしたらね、何も言わなかったけどふみつよさん来てくれたんだよマムちゃん。ほんでクラッカーパーンって引っ張って、おめでとうふみつよさん誕生日おめでとうねっていうのをみんなでしたんです。そしたらなんか楽しかった。ギリギリ間に合った。ともこさんでした。ともこさんも来てくださってありがとう。ふみつよさんがなんか後で DM をくださいました。嬉しかったっつって、ありがとうっつって、本当にありがとうだよね。違うわ、 DM じゃなくてタイムラインや。812のタイムラインだったと思うわ。なんかありがとうって言ってくださってた。そう、ちょっと待って、ウケるんやけど。カズさん、問題ないですって言った後に、えぇ、ー、ってなってる。トモコさんピンクアフロの騎士団がいらんこと言った。いらんこと言った。えぇ、ー、ってなったカズさんが、えらいこっちゃトモコさんのあげたいんか下げたいんかようわからんよね。でも、トモコさんは私も人生の、なんて言うんかな。なんて言ったらいい、カズさん。師匠、私も師匠かなって思ってるよ。一緒一緒。ねえ、カズさん。でもええやろルーちゃんおめでとう、間に合ってよかった。うん、ともこさんもおめでとう、間に合っていただいてよかった。でもともこさんもお忙しい中駆けつけてくださってありがとう。みつよさんもめちゃ喜んでくださってたね、よかった。フェルトちゃん、ルーちゃん、インスタライブにルーちゃん来てくれたわ。ありがとうルーちゃん、めっちゃ嬉しい。ありがとう、まだ起きてるのよかったぎゅー、私も行きたかったって。楽しかったよ、あったかかった、みんながおめでとうって言って。もうふみつよさんもさ、そんなつもりで来てないじゃん。だからびっくりしてたよ、うわーってなった楽しかったよまむちゃん。しんどうさんいらっしゃいませ。ルーちゃん来たって。そう、ルーちゃん来てくれた。まむちゃんこんばんはっていうルーちゃんが言ってるよ。ちょ待って、ともこさんピンクアフロは私の方が先輩なのよって言ってるわ。ほんまそうやで、ほんとそうやで、カズさん。もうほんとにね、人生の師匠です。カズさんもね、遠慮なく人生の師匠のご指導の通りにピンクアフロかぶるべきやねと思うよ。カズさん気取ってないで。ともこさんが人生の師匠言うと、あんたは私と同じようにピンクのアフロをかぶってくださいよって
アイコンは被っとるけどな。なあ、ともこさん、カズさんのアイコン知ってる？812のアイコン。なんかわからんけど、ピンクのアフロになっとるよ。アイコン、謎や。ともこさんを見習ってらっしゃる。マムちゃんが、先輩、アフロ、ともこさんすげえ。いや、ともこさん、マジですごいよ。あのね、812の中でな、マムちゃん。お家にね、ピンクアフロが普通にある人はね、私とともこさんやで。ともこさん、未だにピンクアフロちゃんと常備してあるで、お家に。お家にあるのよ、ともこさんは。しかもやで、マムちゃん。ともこさんのすごいとこはな、ライバーでもないのに、通常運転であるんです。もう、すごいよ、ほんと。マムちゃん、ともこさんは、もう本当に師匠です、私の。ねえ、ともこさんって、カズさん、アイコン知ってる知ってる、ともこさん。なんかな、ここのインスタライブのアイコンと、インスタのアイコンと同じやったんよ、最初は、ともこさん。カズさんのアイコン。そういえばな、気がついたらピンクになってたの。はーいって言っておきます。やって、ともこさん。なんかカズさんが、はい、言うとるよ。ウケるわ。どんなピンクアフロ先輩ってルーちゃん、ルーちゃんもおいで、ピンクアフロの世界へ。ルーちゃんは何してる？お家？お部屋？お布団の中？それともどっかにいる？私はな、ルーちゃん、さっき言っても11時過ぎかなに風呂、お仕事から帰ってきて、ご飯食べて11時半からインスタライブしてるよ。そう、もうそこそろしたら終わろっかな。ちょうど霧のええとこまで縫えたらね。あと3つか4つかマスクを縫ったら終わろうかな。お家ですよ。ぼちぼち寝る用意します。ルーちゃん、お疲れ様です。遅くまでお付き合いしてくださってありがとう。みんな明日お仕事の方もいらっしゃると思うし、明日早い主婦の人はみんな寝ようか。私ももう寝ます。霧のいいとこまで行って、やったらね、やらなくても終わろっか。インスタライブ来れてよかったです。いやいや、あのな、ルーちゃん、私本当に感謝してる。今来てくださってる皆さん、そうです、今ここでずっと付き合ってくださってる皆さん、そうです。なぜならね、あのね、ルーちゃんだってそう、ともこさんだってそう、カズさんだってそう、マムちゃんだってそうだよ、ひまわりちゃんだってそう、あきこさんだってそう、みなっぱちゃんだってそう、パンポボタンだってそうね。あのインスタライブはこれを見てしまうとね、他の配信が見れなくなるの。他のところに行こうとするとここを出てしまうから、ここをずっと聞いてるってことはね、スマホをこれ私がインスタライブでね占領してしまうんですよ。そしたら他にする、何もできなくなってしまうでしょ。そういう状態にしてしまうのを分かっててここに来てくださるっていうのは本当にありがたいです。りょうちゃんありがとうね。ほんとマムちゃんありがとうね。だよ、ともこさんもありがとう。るーちゃんお疲れ様だって。マムちゃん遅くまで違う仕事してるのがすごいです。だって、いやいや、でもどっちの仕事も好きなのよ、マムちゃん。次男がさ、もうすぐ1歳の誕生日だよっていうぐらいの時からしてる仕事なんです、次男がね。だからその仕事をしてる途中で妊娠をして、出産をして、産後復帰をした、そうっていうことも含めてね、それでも辞めずにずっと続けてきて、もうこの春で10年、丸10年になるお仕事なんです。だからね、マムちゃん、なんていう、私にとってはよ、私はすごい、なんか10年続くお仕事をしてるってことはないの、これが初めてなんです、人生で。あとはもう専業主婦が長かったから子供を産んで育ててたんでね、だから10年同じ仕事をし続けることができるっていうことに感謝。そう、でもここが居心地よ。ケロさんまだいてくれてた、ありがとう、ケロさん。そうやって言ってもらえて嬉しい。なんか励みになります、ケロさんね。まだ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 今年はどんどん駆け抜けていきたいなって思う。いろんなことにチャレンジしたいし、いろんなことを知りたいし、いろんなことができるようになりたいし、いろんな経験もしたいし、みんなに会いたいね。
これかな。トモコシャン、マムシャン、ありがとうございます。てるーちゃんが言ってるよ。みやこさん、お城、みやこさん、こんばんは。来てくださってありがとうございます。みやこさん、ありがとう。元気や。ありがとうございます。みんなが来てくださって、遅い時間なのにありがとうございました。こんばんは。でも付き合ってくださってありがとう。なんか本当になんかまさきさんにまた怒られたんです、実は。だからね、怒られちゃったから、なんかあのインスタライブするする言うて、お前してへんやないかいって怒られたから、帰ってきて普通にインスタライブをしてみたんですけど、みんながこうやって来てくださってよかった。来年はフルエスポで会えたらいいな。ケロさん本当やな、本当やな。来年会えるんかな。来年もですけど、私地元に帰りたいよ、ケロさん。もうなんか地元に帰りたいなって思います、すごくね。何するってわけじゃないんだよ。なんかさ、ちょっと呼吸、深呼吸したい。はぁって深呼吸したい、実家に帰って。いつもさ、ケロさん地元に帰るけどね、帰ってもね、どこも行かないの。町の中も行かない、どこのお店も行かない、自分の実家でいるだけだよ、ずっと。それで十分な、自分の実家の空気吸うだけで、ね、自分がすごくもう十分なんです。そういう感じ。関東でもマルシェやってほしい、ほんまやな、マムちゃん。またそうやってイベントが復活するといいな。私さ、2020年は関東初出店を予定してたんだよ、マムちゃん。ビッグサイト、それが流れたの。でもなんかイベントの申し込みとか受付とかがちょっとパラパラ始まってますけどね、今は何とも言われんね。徳島また毎日感染者出てるけど、あ、そうなんや。まだこっちは今のとこ出てない。私もさ、だからな、ケロさん、だから帰らんかった。まだ出てないそこに私が帰って何かを持ち帰るとどうなるかってね、ケロさん、そうでしょ。私は大丈夫って思う人たち、今は大丈夫って思う人たちの連続よね、ほんとね。だから自粛した。本当はむちゃくちゃ帰りたかったよ、ケロさん。むちゃくちゃ帰りたかった。あのフレスコに出店するとかじゃなくって、普通に実家に帰りたかった。みやこさん、マルシェの準備ですか。いえ、あのこれはね、あのマルシェの準備ではなく、あのポケット付きマスク、ペルトのポケット付きマスクをね、アメリカのロサンゼルスに納品をする用意をしております。あのアメリカ人もマスクするようになったみたいなんで、大統領が変わってより一層ね、そこでちょっとマスクを納品してみないかっていう話になって、納品の準備をしております。マルシェの準備が全然間に合わない。今なんか何日、5日でしょ、5日になってもね、あのもう6日だわ、もう6日やで、もう6日なのにね、マルシェの商品が1個も濡れてないんです。何にも進んでないの。もう本当にね、もうマルシェお休みするかなぐらいの勢いです、私ね。やばいです、本当に。非常に危険な状態でございます。ね。関東はまだ非常事態宣言出るらしいけど、マムちゃん本当やな。マムちゃんどうなるの？学校はあるって言ってなんか聞いたけど、どうなるんやろな。でもまだこの先わからんよね、マムちゃん。ちょっと収まらんことにはさ、先行きわからんよね。ロッカさん、こんばんは。ロッカさん来たー。ペルトさん、こんばんは。後ろの青い小花柄は何になるんですか。これか、これ。ロッカさん、これか。ロッカさん、これは18センチの布ナプ。かわいい、これ。この青い花柄好き、いっぱいあるよん。ありがとう。見て、こんな後ろを見てくださってたやな。
ありがとう、ロッカさん。ロッカさん青好きやな。もうずっとラオが好きなイメージ。ロッカさんは青がお好き。素敵。私は赤が好き。しつこいな。そう、ともこさん、今年のお正月は覚悟してたけどやっぱり寂しくて落ち込んだから812だけが楽しみだった。ともこさんは寂しいな。旦那さんが帰ってこんのもちょっと寂しいよなって思うよ。ため息ばっかりやな。いつ帰ってこれるんやろ。本当に3月って、本当に3月ってなるよね。また今度は今度でな。てかお正月寂しかったな、ともこさん。なんか私ちょっと笑っちゃったかもしれん、それを。あのお正月、あの年が明けてすぐの時に旦那さんが明けましておめでとうってあの LINE をくれたっていうのを私なんか変に笑っちゃったの、ごめんなさいだわ。ともこさんからしたらしんどかったよなって思った、ごめんなさい。あの寂しいな。いつ帰ってくれるんだろう。私も今日職場の22歳の女の子がね、コロナが落ち着いたら何したいですかって聞いてきたから、海外に行きたいよって言ったら、その子も同じこと言ってたんです。海外に行きたいって。でな、海外に行きたいってどこ行きたいって聞いたら、フィリピンかなって言うんですよ。でどうしてって言ったら、実家に帰りたいって。お兄ちゃんがもうずっとあっちにいるんですって。だからたまたまコロナが起きる前にお兄ちゃんだけフィリピンに戻ってたんだね。でお母さんと自分はこっちにいた、親と。だからお兄ちゃんだけが日本に帰ってこれない状態なんです、ずっと。だからお兄ちゃんがばあちゃん家でずっといるんだって、フィリピンの。だからお兄ちゃんに会いたいって言ってたんですね。なんかさ、そんな時にコロナになっちゃったんやって思うとね、私とか何をわーわー言っとんやって思った。あのその時にふととも子さんのことも思ったんです。旦那さんいつ帰ってこれるんやろうか、ほんまに3月なんやろうかって思ったら、なんかともこさんごめんなさいってなりました。ともこさんごめんなさいです。マムちゃん、学校お休みにならないからいろいろ怖い。あのなあ、私も怖いわ。私子供が一番怖い。だってさ、子供に3密守れってできる？マムちゃん、子供にさ、ソーシャルディスタンスしてくださいってできる？なんかなかなかできないぞって思いませんか？マブちゃん、コロナっち本当に嫌ですね。ニクムはコロナ、ブルー、ルーちゃん、まあそうだわな。でもそれを広げてるのも人間だわって思うね。すべては人のすることようだね。広げるのも収めるのもね。あけこさん、同じ県内ではなかなか行けない。あーそうだね、確かに。あきこさんはそうかもしれない。特にナナイロさん、セルトさん、皆さんお先に出ます。あー長いことずっといてくださってた。ナナイロさんずっと聞いててくださったんやな、ありがとう。おやすみなさい、ナナイロさん、遅くまでお付き合いありがとう。1時だね。おやすみ、ありがとう。わあ、アメリカに。そう、ありがたいようなことに、納品の準備をしております。812のマルシェも大事なんですけど、あの、私の夢、世界のどこまで行けるのかっていうのを、ちょっと今優先させてもらってるんです。そう。すごい、どのくらい送るのですか？マスクは、50枚ぐらいかな、とりあえず、って思っています。ともこさん、キッチンのない部屋に住んでる息子にはお雑煮を冷凍して送ったよ。あら、そうなんや。うわそうやったんや。お雑煮を冷凍ってどうやってするんやろ。タッパーに入れてってこと。うわなんかともこさんのその思いやりがすごいな。お雑煮食べたいもん。でもキッチンないんだ。したら冷凍して送ってやろうって思うともこさんがすごい。なんかさ、そういうの私もできるお母さんになろう。もうしゃあないやん、ごめんねってなりそう私ね。トイレットペーパー、それ違った。あ、青い花柄の布やな。
そうそう、布ナップやった。あきこさん、ロッカさん、ごめん。みゆきさん、いらっしゃいませ。あきこさん、私は相方さんの持ってるお花が気になる。相方さんが持ってるお花？そうなんや。相方さん、これか。これ？お花じゃなくてな。お正月だよ。おシャンティーやろ。お正月バージョンでおめかししてらっしゃるな、あきこさん。かわいくない？あ、相方さんって私誰のことかなと思った、あきこさん。ごめん、あきこさんの相方さんのこと言ってるかと思った。ごめん。頑張ってください。先に休みたい。みぎやこさん、ありがとうございます。おやすみなさい。来てくださってありがとう。アールソネックスさん、いらっしゃい。笑っていいよ。私も笑ったもんって、とんでもないわ。でもやっぱり寂しいな。私もさ、今なんかそこでお皿洗ってくれてる旦那さんとさ、遠距離恋愛長かったんだよ、ともこさん。大学の4年間は大阪と福岡県で遠距離恋愛してたし、その卒業後はね、あの福井と徳島で遠距離恋愛してた。でも遠距離よ。だからそれをね、もう忘れたらダメだわな。思い出したっていうか、思い出す、忘れてた。正直、その感覚を。でも、ちょっとともこさんの3月に帰ってくるっていうお話聞いた時に思い出した。正直嘘じゃなくて本当に思い出した。あ、キロロのさ、なんか会いたいっていう歌を死ぬほどカラオケで歌ってたわって思った。ともこさん、キロロの会いたいっていう歌ちょっとググってみてよ。会いたいやったかな。ちょっと検索したろ。会いたいじゃない。好きな人、忘れてた。ともこさん、好きな人、キロロの好きな人だった。もうなんじゃこの話。あのキロロの好きな人っていう歌が遠距離恋愛してる時の自分にぴったんこやったから、カラオケで鬼ほど歌ってたんです。それをね、私脳みそが封印したんだね。辛すぎて、しんどかった思い出すぎて封印したんですね。あの久しぶりに聞いたらもうほんと鳥肌立ちました。自分の中で忘れてたの思い出しましたわ。いっぱいね、好きな人です、キロロの。そう、歌詞だけ見て。よかったら、といちゃんいらっしゃい。はぁーってなんだ、といちゃん来てくれた。といちゃんがインスタライブです。えらいこっちゃ。いらっしゃいませ。はい、それじゃ配信してた？終わった？桜さんいらっしゃいませ。みゆきさんもいらっしゃいませ。遅くまでお疲れ様。うん、あのな、マスクを塗っておりますわ今日は。そう、お疲れ様です。お帰りなさい。そう、仕事行ってたん、といちゃんで、インスタライブをね、なんで今日してないのっていうね、あの怒ってらっしゃるツルピカハゲマルくんがおったんやんか。トイちゃんは知らないかもしれんけど、あの M サキさんって言うんやけどな、 M サキさんな、某 M サキさん、ともこさんね、某 M サキさんがな、インスタライブせえへんの書いてまたブチ切れだな。 DM 送ってきてたんです。でも違うやん、ともこさんな、火曜と水曜はもともと私はお仕事です。これはインスタライブを毎日した時からずっと一緒だから、今日はインスタライブを休むとかじゃなくて、もともとインスタライブがどうしても遅くなっちゃうひーちゃんか、それをな、何を勘違いしたんかな。せえへんのかい、やるやる詐欺やないかいでブチ切れてるハゲヅラのおっさんがおったの。だからね、分かったよと思って、いつも通り私ももともと仕事終わったらインスタライブさせていただく予定をしていたから、予定通り配信するよと思って配信したらね、おじさん来ない、寝てたっていう感じ。トイくん、昨日言えなかった、ハッピーバースデー、マムちゃんが、わーい、ほんとや、ひゃー、日付1時間だけ過ぎた、ひゃー、ありがとうございます。1時間だけやな、大丈夫大丈夫、まだセーフ、時差時差。お正月おめかししてる可愛い相方さん、そう、トリピって言うんだよ、ルーちゃん、トリピ。あきこさん遠くて横向いてたからお花に見えた、おシャンティ。そう、こうしてるみたいに見えるよね、花束な、こいつ可愛いやろ、トリピ。おっしゃ、もう寝るよ。みゆきさんありがとう。おやすみなさい。遅いな。私も寝る。おやすみ。ともこさん、旦那はロスにいるけど、私は慣れっこですよ。結婚して半分は別居してる。うわ。かっけー。そのロスに送るよ。ともこさん、旦那さんによろしく。なあ、ともこさんはな、旦那さんに荷物送ったりされてるんやろか。
私ヤマト運輸がアメリカ便があるかもしれんと思って、ちょっとヤマト運輸に行ってみようと思ってます。 DHL と思ってたけどヤマト運輸行けるかもしれんっていう感じだよ。ともこさんはどう？マムちゃん、キロロ素敵な曲出さる。うん配信してません。あら、といちゃんお疲れ。といちゃんって笑ってる。1分しました。何それ、キヒカさんみたいなことやめて。といちゃん、もうキヒカさんの伝説の1分配信じゃ。これに関してはもう爆笑やで、あの人伝説の女やで。といちゃん本当に、ともこちゃん海外なんですね。だってそう、旦那さんがね、そうそう、トムさん、ツルピカハゲマルくんが怒ってたの。そう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 、どこのツルピカハゲマルくんだろうね。トムトムさんすぐ怒るんだよ、インスタライブせんかったら。でも私も忙しいよ、待って、どうかなあー、キーちゃん来てくれたわ。キーちゃん来てくれてありがとう。インスタライブ来てくれたマムちゃん、トモコさん大変、私はこの前1ヶ月出張で少しルンルンしてたのに、なんかごめん。いや違うよ、トモコさんとかも大変だけどさ、すごいよ、なんかなかだね。わー初めて見たって、嘘、ありがとう。キーちゃん来てくれてありがとう。カレンダーのお買い上げ、お支払いありがとうございました。キーちゃん、ほいでさ、なんか分け目反対じゃないんや。今日私が反対なんや、今日の分け目。だからいつも通りに見える。でもキーちゃん見て、ほら、フェルトの文字が逆さまやろ。インスタライブ、変な感じせん？ユーミングメイさん、こんばんは。お体大丈夫ですか？うん、ありがとう。おかげさまでぼちぼち元気にしておりますよ。今年が明けてからはほんまに元気。ともこさん、荷物送ったら3ヶ月かかった。うわ、えらいこっちゃ。私3ヶ月かかるんかな。ヤマト運輸の人2週間です。通常6日が2週間って言ってたけど、そんなかかるんだろうか。えらいこっちゃ、やり方がわからない。やり方、インスタライブの、あーそっか、わからんのに来てくれとんや。うわー、ちょっと待って、それはもうノリと勢いでペルトが配信しとると思って駆けつけてくれた感じかな。キーちゃんありがとう。ルーちゃんつって、マムちゃん、キーちゃんつって、マムちゃんがヤマト海外に送ってる人がごった返してるらしい。やっぱそうなんや。くそ、私も相手が東京なので1年会ってません。東京行きたい。ルーちゃん、それは辛いな。東京か、ルーちゃん行かれんな、行かれんな、行きたいけど。トムトムさん、インスタライブにしかツルピカハゲマルくん来ないしね。そうなんです、どこのツルピカハゲマルくんとは言わないですけどね。そうなん、トムトムちゃん、だからなんか楽しみにしてくれてるの、あのおじさんは。あのおじさんでありがたいことにね。それがさ、私がさ、自分の思う時間にさ、多分スマホを握りしめて待ってらっしゃるんでしょう。そしたら私がいつまで経っても配信を行いません。そしたら腹立つよねって言って DM でぶち切れてたの。だけど私はその時間は仕事に行ってて、仕事をしてるんです。だから返事もできんわな。だからあのこっちラストやつ、そう、マムちゃん、いつも8時にとインスタの感じいつも同じ方なのか、方か、こうわからんかった。そうやろ、あのこっちが反対よ。鏡みたいにヘンテコに映ってそのままお届けしてるから、左右が反転して文字が反対に映るの。そう、郵便局はダメ。ともこさん、そうなんやって。もう EMS が一番いいのにさ、 EMS が復活せんな。これもずっと復活せんのかな。うん、初です。はい、やって。キーちゃんありがとう。あれやろ、ペルトのアイコンがインスタがキラキラしとったで、あらと思って来てくださったんやろ。あ、だしその気持ちが嬉しい。あーって思ってくださったんやろ、嬉しい、ありがとう。おきえさんも来たわ。寝ないやん、もうペルちゃん言うとる場合じゃ。おきえさん明日仕事やろ、仕事おかえり。インスタライブ、そうそう、パンクさんもいらっしゃい。なんかみんな夜更かしやな。ちょ、おきえさんもねえやん、明日仕事やろ。マムですよって、そうそうそう、マーマーって、ありがとう、優しく教えてくれて、マーマーって言ってる。いやいや、ほんとなんかママちゃんや、マムちゃん優しいよね。キーちゃん、トムトムさん、ペルトさんが大好きなんですよね、鶴瓶影丸くん。いや、もう喧嘩しかしとらんけどな。何気に楽しみにしてくれとるみたい。で、忙しくしてるだろうからって遠慮してるみたい。何気にあの人気遣いすぎてハゲるタイプやわ。ディスってるんか褒めてるんかわからんやな、トムトムさん。これログ見るんかな、あの人。私また怒られるやつやわ、あの人に。ごめんなさいね、某 M さきさん、ありがとうございますね。携
帯握って待ってるって可愛いですね、ルーちゃん。そう思ったら可愛いけど見た目がすごく可愛くないかもしれないよ、スキンヘッドのおっさん。キーはええよ。うん、光ってたから押してみたの。キーちゃんありがとう。キーちゃんインライスそのものが初って言ってるよ、ルーちゃんが。多分ね、でもキーちゃんがあって思って押してくれたんやな。でもそれでキーちゃんと会えて今日は良かった。ありがとうキーちゃん。トムトムさんがインスタライブはなんだか落ち着くんですよって。私もやで。トムトムさん、なんか実家に帰ってきた気分しませんか？私はする。あの、忙しくない、楽、なんか気が楽。トムトムさんありがとね。トモコさん、ヤマト運輸は早いよ、旦那の会社でまとめて送ってもらうようにした。あ、そうなんや。じゃあヤマト運輸でやっぱ行こう。なんか2週間って言われたんです。あの、通常も行かなくて2週間で行きました。まずいくらかかってもええから、とにかくお届けしようと思うか、もうヤマトに持ち込もうかなと思いました。法人じゃないとダメなんですよね、確か。個人では送れないので、私はこのペルトの名義で行けるかなってちょっと思ってるんだけど、法人契約ができるかの問題かな。ちょっと、ね、そこら辺のことを相談しに行ってみようかなと思っております。うん、ルーちゃん初めてなのって。キーちゃんありがとね。おきえさん、仕事です。最近8時に配信聞きながら寝落ちです。うんうん、でも寝落ちしてくれてありがとう。嬉しい、なんか寝落ちしてもらえると嬉しい、来ていただけると嬉しい、ありがとう。おきえさん、ミシワミシャワセラブブ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 ブがいらっしゃいませ、ありがとうございます。マムちゃん、こっちは名前がどえらい長いから分かんない。いや、みんなが分かりやすい。あ、こういうことかマムちゃんって思うぞ。大丈夫やわ。ハートあるねって、そうそうそうなん、いい、キーちゃん気づいてくださった、いいねをしてくれてありがとう。ハート飛んでるわ、ありがとね。そう、名前が出ないからね、いいんだい。最初はいつもルーって入れてます。ルーちゃんはもう覚えたよ。ルーちゃんのアイコン画像でも覚えたから大丈夫よ。でもルーちゃんはそうやってな、気遣ってくださるの優しいからね、ありがとう。あの、ほんとインスタのライブはね、なんかあのたくさんの方がランダムに来てくださるから、わからん時も正直あるよ。あの、だからルーちゃんの気遣いが嬉しい、ありがとう。マムちゃんがルーちゃんもう覚えたって、そうそう私も覚えた。あきこさん、キーちゃんハートを長押ししたら最後に大きいハートが出るようやって。おー、あきこさんありがとうございましたって。さっきから出てる、みんなありがとう、いいねをしてくれて嬉しいです。フェルトさんの優しい文字がガクって買ってきて明日飾るんだ。何それ、何それ、キーちゃん、そんなんちゃんと書くよ。とんでもない、キーちゃん、私ちゃんとキーちゃんにあの文字書くよ。キーちゃんとんでもないですよって。あきこさんはね、ほんとあきこさんは優しいよな。よっしゃ、これで22、23、24、25、28枚と、10枚はもうこっちにできてるから30、24、25、26枚。え、ちょっと待って、50に全然満たないよね。26枚って言った？26枚に、よいしょ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、26枚に10枚、36枚、あと14枚か4枚か、40枚納品か50枚納品だね。ともこさん、ともこさんに相談。あきこさん優しいって。うん、あきこさんはいつも優しい。マムちゃん、ペルトさんのサインよね、私も全部ファイリング用捨てられんやって。恐れ多い、もっと綺麗に書きます。うん、お手紙部屋模様替えして飾るのって。恐れ多い。また泣く泣く、もう泣く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 。うん、もうキーちゃんもマムちゃんもありがとう。トムトムさん、ペルトさんからの封筒もお手紙も全部お取り置きしてありますよ。だってもう泣く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 、ありがとう。トムトムさん、私も泣くわ。もうマムちゃんもキーちゃん素敵やに早いになるわって。いやいや、もうほんまにマムちゃんもありがとう、キーちゃんもトムトムさんもありがとう。照れるって、あきこさんはみんなに優しいよ、ありがとね。さあ、あと4つ縫うかな。
すごいね、ありがたいね。縫っても縫ってもきりないね。あと4つ縫う。ちょっと待ってね。よっしゃ、チョイス、厳選チョイス。あと4つ縫う。ありがとう。ほんで30枚にします。30足す10枚もう縫えたから40枚、40枚納品にしてみます。で20枚ちょっと残す、あの他の納品のためにねってしてみます。そう、ごめんな、もうみんな寝てよ。色が可愛い、本当？なんかでも本当はね違う色で縫いたいの。あのもっとね違う色で縫いたい。アメリカには多分これじゃないんですよ、アメリカは。くそ、本当はもっと時間をかけたいな。でももっと集中してアメリカのことだけを、ね、考えて縫いたい、本当はね。色が可愛いって言ってくれてありがとう、マムちゃん。ルーちゃん、私も撮ってますよ。みんなさん撮ってあるんちゃうかしら。だってルーちゃんもありがとう。もうルーちゃんのあのどこに届いた、あれとかあれとかあれとか、お嫁に行った私の商品たちはきっと幸せ者です。ありがとうルーちゃん。初めてのことたくさん当て楽しい。うん、わかる。まあ、なんさ、キーちゃんいっぱいボタンあるやろ。面白いよ。おもろいこといろいろあるで。そう。あ、これやな、みなほんさんが言っとったのは。ちょっと待って。こういうことができるんや。ほら、ほら見て。今日は、ふみつよさんに誕生日おめでとう言いましたとかできるんやな。戻ってきた。あら、これはやめられないな。OK、戻った。ね、そう、こういうことができるみたい。みなほんさんが教えてくださったんだよ。ユーミングメイさん、夜ってはかどりますね。うん、夜ははかどる。ただまあ明日の朝のことを思うと寝ないといけないけど夜はかどるな。ご飯の心配とかせんでいいもんね。マムちゃん、確かにみんな撮ってあるでしょう。だって恐れ多い。もうほんまにありがとう、マムちゃん。封筒いっぱいでファイルが太ってます。ともこさんもや、もうほんまにありがとうございます。もうなんかもっとなんかワンパターンをやめなあかんね。そろそろね、飽きてくるよね。ありがとうともこさん。ユミングメイさん、とっても可愛いです。ありがとうございます。もうちょっとでももうちょっと時間と情熱をかけたいな、アメリカ納品ね。モニクラフト、ハロー、モニクラフト来たわ。モニクラストはな、どこの人やったかな。はーとな、ブラジルかインドネシアのどっちかよ。モニクラストブラジルだったかな。ハローモニクラフト。うん、大事だから。だってもうキーちゃんもありがとう。みんなのとこに届いて嬉しい。もっとちゃんと書くよキーちゃん、ちゃんと書く。でもありがとう。みこさんやし、みこさんこんばんは。ちょっとだけ来てくれたんかな。みこさん遅くにありがとう。今マスク脱いながら配信してます。今私はお財布絶好調や、とっても使いやすい。ほんま、マムちゃん、また困ったら言ってよね。マムちゃんありがとう。わーってキーちゃんがわー、お財布絶好調でよかった。寝る前にちょこっと来ました。みこさんありがとう。名前変えられるんですか。そうなん、名前変えられるの。みんな、私じゃ分からんぞ。そろそろ失礼します。皆さんおやすみなさい。るーちゃんありがとうございます。おやすみ。もう遅いから寝やな。私ももうちょっとしたら寝ます。4つだけ縫って40枚にしたら寝ます。ありがとう。みこちゃんってともこさんが呼んでるよ。
るーちゃんおやすみなさいってキーちゃんが言ってる。みこさんがお揃いのマスク作ってるんですか。うん、作ったよみこさん。嘘でもなんでもなく本当に。ほら、あれ、これと色じゃなかったっけ。これとは違う色か。あー違う、これと違う色やったかな。バニラン生地そう、まむちゃんるーちゃんおやすみなさいってともともさん、最初ははーいって手を挙げたら割と手に入れられたね。懐かしいな。うん、違うよトムトムさん、今の方がさ、はーいいらんで、今の方が全然手に入れられるわ。もう抽選なんてせずに買えちゃいますもん。なんかもうみんな持ってるわーな人が多くなっちゃったからね。だから全然だよトムトムさん、むしろなんか前より買いやすくなったかもですありがとう。これからプチおこもりするので私もなんか作ります。あ、そうね、イミングウェイさんもあれか、緊急事態宣言って感じかな。なんか作ろう作ろう、こういう時は気分転換よ。なんかちょっと気分転換っていうか、やること変換だわ。自分を楽しませる、自分を充実させるものを変えないといけないわ。ただただなんか何もできない、あれもできない、これもできない、できなくなったことを数えてるうちは全然面白くないよって思いますね。楽しみを見つけましょうね、イミングウェイさんね。ともこちゃんってみこさんがお休み前に言うてるよ。るーちゃんおやすみなさいってともこさんがお見送りを言うてくれてるよ。モニクラストハロー、モニクラストがまた来てくれたわ。みこさんってあきこさんが、ペルトさんのファン増えて阿弥陀くじが始まって興奮したな。うやん、ありがとうトムトムさん。でももう阿弥陀くじするほどファンが増えてないぞ。でも阿弥陀くじまたしたいな、みんなでなんか考えよっかな。トムトムさん、阿弥陀くじ大会したいね。あきこちゃんでみこさんが、ティリティティですよねトムトムさんで、まむちゃんがそうそう、はあ、違うけどそれも持ってるよ。ごめんみこさん、私似てると思ったけどよく見たら違うな。でちなみにみこさんが持ってらっしゃる柄はもう布がない。私手元に全部使っちゃった。あれはもう布切れしてますわ。あれ可愛かった、私も好きやったんに。ちょっと今見たら違う、この今私が持ってるやつよりもみこさんが持ってるあの写真にしてくださった柄の方が私実は好きなの。でももう全部使い果たしちゃった。マスクでバニラね、ありがとうみこさん。でも私の勘違いちょっと違う柄やったな、同じと思ったけどごめんみこさん。 LINE って光ってたらやってるんだ、ピンクに。あ、そうなんや、キーちゃん。へえ、みこさん阿弥陀くじね、キャーやめて、そこはダメだろうって言ってたね。いやもうほんとよ、楽しかったなみこさんと。もうお子さんもう昔だけど、アメリカにいた時、アメリカでは学校の先生とかにハンドメイドのものをプレゼントするんだけど、作るの面倒で探すのも大変って言ってた。あ、そうなんや、ともこさん。私どうなんだろう、ともこさんアメリカにいたんやっていうこともすごいよ。どうなんだろう、アメリカでハンドメイドの商品って流行るんかなって思った、ともこさん。それこそ LA よ。ね、阿弥陀くじの曲もできたしね、本当やな、まあ、なんかみんなで歩んだよな、トムトムさん。みんなで歩んだわ、ほんま一歩一歩な。みんなで見つけてった、いろんなことを開拓してったが、みんなです。一つ一つの全て阿弥陀くじにしようってなったのだって、結局なあ事件が起きたからじゃなんか全部だよね。あきこさん、私はねペルトさんの実店舗で買うのを、買うものをずっと考えてる。ありがとうあきこさん。なんだろうな、なんだろうな、ありがとう。ハリーです。あー、ハリーさんや、こんばんは。だって嬉しい、ハリーさんや。ごめん、しんどうさんって絶対見たことあるのにピンとこんかった。ハリーさんか、ハリーさん来てくれてありがとう。遅い時間やけどありがとうね。こんばんは、ともこさんがみこちゃんとマスクおそろなの、私は3色持ってるやつ。ともこさんありがとう。うん、ありがとうや、嬉しい。ともこさん3色すごいって、みこさんがハリーちゃんって言ってるよ。
私最近網だもん、くじも鼻ずれっぱなしよって、かもしれん。でももうあんまり網だ、あ、闇市の時か。そうやな、ちょっとなんかみんなが楽しめるなんかをしないとかいけど、商品がないんだな。ね、カフェパタリロさん、いらっしゃいませ。カフェパタリロさん、かなさんもこんばんは。よしことお疲れ様です。かなさんも来てくださった、すごいぞ。もうみんな遅くまでありがとう。バムちゃん、アメリカは基本既製品だからハンドメイド売れると思う。ロスにいる同級生がマスクをたくさん作ってるけど、作ったそばから売れていくらしい。そうなんや。じゃあやっぱ50枚納品しよっかなとかなんか言っとるわ。やっぱここ商売系出るよな、バムちゃん。いや、なかなか商品が送れんから何個納品しようか迷うのよ。難しいよね、数ね。ね、英語全くできない。ちょっと待って、プルちゃんこんばんは。パタさんやで、パタリロちゃんか、パタさんか、来てくれてありがとうやで。パタやんか、やの来やすいわ。ありがとう、カメちゃん、パタやんだったんや。ありがとう、来てくれた。今インスタライブやで、ありがとう。ともこさん、英語全くできないから日本人に聞いたの。ハンドメイドのものアメリカ人も好きだと思う。ほんま？じゃあ私やっぱりジェイソンが言うことを信じてみていいのかなって。ジェイソン疑ってるみたいやけどさ、ジェイソン疑ってるみたいやけどさ、ともこさんごめん。だけどジェイソンがすごく積極的にあなたの商品をアメリカに行ってすっごい言ってくれるから、私あなたはコロナでどうかしたんじゃないですかと思ったりもしたけど、違うんだな、可能性をやっぱり見出してるんだな。でもちょっとね、実はちゃんと信じてるとこあるよ。なんかさ、アメリカ人ってさ、トモコさん、パッとしてるよね。ノリはいいけど、面白いけど、ジョークも飛ばすけど、パッとしてるよね。主張がはっきりしてるっていうかさ、お世辞とかあんまり嘘つかないかな。ストレートになんかドンと言うからはっきりしてる感じかな、私のジェイソンの印象は。いいものはいいけど、悪いものはね、ズバッと悪いもの、悪いって言うよ。だからドキッとするよ。だけどそういうジェイソンやからかな、納品してって言われたらちょっとしたいと思うね。やってみようかな。やっぱ50枚かな、40じゃなくて。スチャーってもトイちゃんがなんか構えたよ、なんか知らんけど。でトイタンってミコさんがトイタンっつってるよ。トイくんなのって。そやで、じいちゃん。ナオミさんこんばんは。ナオミさん来てくれた、めっちゃ嬉しい。いらっしゃい、キーちゃん。トイくんだよって。ママちゃんがそう、トイくんやで、キーちゃん。トイちゃんしれーっと言ってくださったの、ありがたいよね。トイくんお誕生日おめでとう、ハリーですって言ってる。英語しか名前できないのかな。あー、そうかそうか、そうやってキーちゃんにしたいよね。わかる、キーちゃん、私もそうなんやって。だからな、インスタの方はさ、この英語の書き方で私全部覚えてるんです。お人の名前とか、あれを、お名前をね。そうなん、キーちゃんってしたいよな。初めてすぎるね私って。いやいや、わかるよ。ごめん、くしゃべれた、もう一回いくよ。あー、でもなかった、一回だった。マムちゃん、キーちゃん確かに名前が ID だからかなって。そうそう、わかる。50行きましょう。フェルトさんだって行こうか。トムトムさん、よっしゃ。トムトムさんのノリが50だったら私も50行くぞ。よっしゃ、50行こう。もうこれ今これで40なんですよ。だから50行こうか、せっかくやし。でトムトムさんさすがやね、商売上手。でもわかる、私も最初50行こうかなって思ってたけど、疲れてきて40でいいかってなってたの。ダメだな、最初に50って私トムコさんに言ったんだ。だからみんなにも言ったじゃん。だからやっぱ50だね。うん、50いくわ。弱気にならない、こういうとこで妥協したらダメだよねって思った。寝ますね、またね。みこさん、ありがとう。おやすみ、遅くまで付き合ってくださってありがとうよ。みこさんおやすみ、みこさんおやすみなさいって。ポッドゲット付きならマジで売れると思う。ほんま、マムちゃん。いや、アメリカ人もさ、今ちょっと大統領が変わってマスクしましょうみたいになっとって、なかなか日本と違ってさ、アメリカはね、医療費が高いから感染予防効果意識がね高いのよ、高いみたい。だから
うん、マスク付きを絶対お届けしたいなって思うんです。なんかそれはね、ジェイソンが多分それはいいって言ってくださってるから、多分、ま、ポケット付きのマスクをしてる作ってるから、あのマスクマスクって言ってくださってるんかなってちょっと思うんだよ。いけるかな、どうかな。だね、みこさんおやすみなさいって、おやすみって言ってるよ。みこさんが、みこさんありがとうね。早く仕上げて送りたいなって思うとさ、私6日の日の、じゃあまさか10日の日のハンドメイドマルシェ主催の初売り祭り、私こけるかもしれない。商品がないわ。どう考えてもまたね、みこさんまたね、おやすみ。マムちゃん、ジェイソンのとこで売るの？そう、ジェイソンがバイヤーになってくださるっていう感じなんかな。うん、さまざまな、うん、なんていうかな、売り手買い手と結んでくださるみたいよ。あの上手にね、あの広める活動を、うん、なんかプロデューサーさんなんです。そう、ともこさん、人と違うものを持つのも好きだから柄物のマスクは受けると思うんだ。なるほど、そっか。私アメリカ人は、でもね、この柄じゃないと思うん、ともこさん。ちょっと違う、私ずれてるなって思う柄物だけど、ちょっとアメリカ向きのもうちょいハイなやつを実は縫いたいんだな、ともこさん。この柄じゃないっていう思いがある。でもともこさんが言ってくださったら、ちょっとよっしゃってなるなね。ジャミエちゃん、ハンドメイド、こんにちは、こんばんは。長野も昨日44人、うわ多いな。ともともさん多いぞ。福井県はそれに比べたら少ないな。今日は2人やわ。今日は2人、でも0だったりするんだよ。だから福井は割と優秀な方かもしれん、今回はね。うん、少ない方だわ、おそらくね。マムちゃん、本当に色とりどりなものが多いですよね。なるほど、アメリカか。初売りどうしよう。うん、カラさん本当商品ないよ、やばいわ、やばみ。あー、すっちゃなんか、トイちゃんがなんか鳴っとるぞ何するんや、 TikTok 撮っとんかな。ペルトさんの柄、今で言うと後ろのトイレットペーパー入れあたり好きかもしれないけど、そうやろ。ここまで、これはオックスだから無理ですけど、結構ね、ハイなやつをね、ちょっと混ぜたろうかなって思ったりしますわ、アメリカ向けにね。ありがとう、マムちゃん。うーん、これはどっちかというと日本向け。でもジェイソンが、黒はねめっちゃ売れ受けるよって言ってた。黒はむっちゃ売れるわって言ってたわ。だから黒はちょっと多めに縫います。うん、うん、あとはジェイソンの分も縫おうかな。ジェイソンはね、むっちゃ背が高いからむっちゃ大柄なんです。身長がもう190近くあるから、うーんとね、ジェイソンはね、顔の190近いおかげでは顔もでかいんですわ。ははははは、日本語で言ったらバレないかな。そうだから、あの大きい110サイズで、あのジェイソンの、なんかさ、ジェイソンも不便だよ。あのさ、ともこさん、慣れない紙マスクをしとるんじゃ、ジェイソンもね。だしたら顔がでかいんじゃ、背が高いから体がでかいの、顔もでかい。そしたらね、マスクの大きさが足りてないの、わかる？なんかちっちゃいマスクが耳痛いんだって。もうピーンって引っ張るから。だからもうジェイソンに大きいマスクを作ってあげるよって言って、黒がいいって言うから、分かったよって言って、黒のジェイソンの110サイズね、110サイズのマスクも届けます。アメリカはトイ、あ、待って、トイ君どうしたの、撮ってました、やっぱりな。いいの撮れた？ TikTok ね、よう頑張っとるわ、トイちゃんね。そう、トイちゃん TikTok めっちゃ頑張ってるよ、爆心してるから、みんな見に行ってあげて。
アメリカはとにかく派手だった。ほんまやな、トムコ。なんだか私ちょっともっと派手なやつしよっかなって思った。ああ楽しみだね TikTok って。うん、トイちゃんの TikTok 楽しみ。トイちゃん、ペルトさんが背中を押してくれて頑張れてます。だって恐れ多い、何もしてないよ。ありがとねトイちゃんありがとうございます。とんでもない、こちらこそ。いつもいつも支えになってます、ありがとねカンナさん、今日仕事先のスーパーでコロナ陽性者出たの。え、濃厚接触者いないんだけど、いいよいいよ近づいてきてる感じ。うわ、じゃあ危ないな。せー、大丈夫かなさん、気をつけて。お仕事お休みならないの、スーパーはオープンしてるまま。心配やな、それ怖いな。私も職場でとかなったらちょっとさすがに引くな、コロナね。怖い、うん、気をつけてかなさん。マムちゃん、鼻がめっちゃ高いから大きめですよね。うん、あのね、ジェイソンは顔がでかいからですけど、マムちゃんそんなことないんだよ。鼻が高いけど、このままのサイズでイギリス人にもジャストフィットなんです。結構海外、これこのままのサイズで世界中のいろんな国の方に作って使っていただいて販売もしていただいてる感じなんです、実は。だからこのままのサイズで世界基準なんです、意外と。なんかイギリス人の超お鼻の高いペドロね、ペドロにもこのサイズでジャストで、ペドロに正直に言って、あなたお鼻が高いからこのマスクのつけ心地はどうですかって言ったら、ここのお鼻のワイヤーがすごくいい仕事してるし、すごくジャストフィットって言ってたから、多分アメリカ人もこのサイズでいいんです。意外と小顔だからな、日本人とかアジア人の顔がでかいから、意外と世界共通サイズみたいですよ。ブラジルとか、イタリアとかの方もこの型紙で作って使ってちょうどいいって言ってくださってたから、多分これで大丈夫な気がする。ただ日本で販売する分はこのまま鼻ワイヤーを入れるポケットのここの縁に鼻ワイヤーを後で入れることができるので、お持ちの紙マスクの鼻ワイヤーを取り出してここに移植してくださいねっていう売り方をしてますが、アメリカ人はそれが難しいと思うので、もうあらかじめ鼻ワイヤーを入れて売るよにしまおうかなと思ってます、アメリカに行きはね。鼻ワイヤー入り の, ポケット付きマスクで販売してみようかなって思います。そう、かなさんにお野菜ピーしてもらいたいなんじゃオクラかって言っとこう夢でアイスもピーしてもらいます。はける、わかるわ。あ、もうなんじゃ、お野菜とアイス買いに行く。せやな。トイさん、ごめん、レジじゃないの。野菜をラップで巻いたりしてます。ごめん、トイちゃん。野菜担当やったわ。もうほなん、オクラじゃオクラ。ラップでピーだ。ラップでピーは違うな、オクラは。もう、ほんとに、ね。トイちゃん、もう、野菜ぐるぐる巻きになってるやつ買いや。とりあえず、かなさんやわ。それはいいねって、そうやろ、ともこさん。だから、アメリカ向きはちょっともう、花ワイヤー入りで。しようかなと思って、ちょっと花ワイヤーを大量に仕入れてみたよ。で、入れてあげとくといいじゃん。アメリカ人はあんまりいろいろできないマスクは、もうできたままを使うかなって感じ。できたままっていうかね。そう、だからなるべく分かりやすいようにしようかなと思います。あとはね、パッケージを英語表記にするか日本語表記にするかでジェイソンとちょっと話し合いをしていて、あえての日本語表記の方がいいかもねっていうのと、説明書きがちゃんと英語であった方がいいのかなっていうのとっていう考えで、英訳せなあかんかもしれん。ともこさん、いやだ。マムちゃん、では遠いくんラップで梱包してもらいましょう。私もペルトマスク欲しい。だってマムちゃんありがとう。そう、みんなで作ったの共有してね。そうで、買ってくださる方もいらっしゃるし、自分で作ってくださる方もいらっしゃるの。ちょっと待ってトイちゃん、カーナさんがトイさんいつでも巻くよ言うて、もう巻き巻き名人が言うとるで、トイちゃんマムちゃん、最近はカレンダーだけになってるからって。本当やな。受注受け付けますよマムちゃん、またよかったら注文受けたまりますね。そう、カレンダーばっかり並べてるのは今違う商品を取り扱う余裕がもう今ないの。もうパンクしちゃうからね。もう本当に初売り祭りの商品の準備すら何にもできてないからやばい。トイちゃん、何割引きってシールを貼ったり、たまたまお手で当たって目と目が合う、何の話？ど
トメちゃん効果、あ3割引き、私の俺のあってやつか。もうトイちゃんもうそれそのまま歌詞にしてな、あの新曲の新曲の歌詞で歌うか。ちょっとあのまテーマはスーパーの野菜売り場じゃっていうやつかなさん主役で西野かなじゃなくて言葉回路かなやで寝落ちしてました。指イングレーションごめんごめん、寝よ寝よ、2時やで。そうそう、かなさんがサラダやカットフルーツ割引しちゃうって、うわっトイちゃんスペシャルプライスや、私もそれ横取りするわ、私もいるって言って、そしたら手と手がトイちゃんとあっってなるぞあ自分な、そうやったよ、まマムちゃんそれじゃ出た、はい出た、ともこさんトイちゃんのが出たぞ、全部バックなーが出たぞ、トイちゃんがもう爆笑じゃ歌詞ほんま言葉回路かなじゃ、ほんまね、野菜のかなでもええけどな、私もいる言って出た、ほらもうここ主婦多いから激戦やで、トイちゃん、かなさんがトイさんよろしくお願いします言って、顔真っ赤になるやつです確かにさあこいつらを仕上げていこうかな。さあじゃあ今日はもうたくさんお付き合いいただきましたが、ここのお時間をもちまして、インスタライブ終わろうかなと思います。今日はあの、某 M さきさんが、某 M さきさんがとか某 D クキノコさんが、あのつるてかハゲマルくんとも言いますけれども、あのどうしてもインスタライブをしてほしかったというリクエストがございましたので、おっしゃる通り仕事から帰ってきてご飯も駆け込みながら慌てて配信しましたが、彼は寝ているという謎の配信でしたけど、彼に始まり彼に終わる。でもな、配信してよかった、みんなめっちゃ面白いメンバー全員来てくれたもんありがとう、みんなもいっぱいありがとう。じゃあ今日はここで配信を終わらせていただこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またこちらの、ログを途中から見たとか最初から見てないとか途中から寝落ちしたっていう方は、アーカイブを、インスタの、IG テレビのところに残しておりますので、よかったらご覧になってくださいね。トムトムさん、ペルトさんのインスタライブ楽しみにしてる。うん、今年の目標はなるべく毎日配信ね、なるべくよ。でも、812の配信の方がやっぱお仕事になるので、そっちを休みたくないのも正直あるわ。でもそっちを休みたくない正直ある私のところにね、どっかのつるぴかハゲマルくんがね、あのね、DM で怒ってくるんですよ。お前今日やるやる詐欺やないかい言うて、やる言うてやってへんやないかい言うて、DM でわざわざ激怒するんです。ともともさん、つるぴかハゲマルくんと待ってます。そう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 、つるぴかハゲマルくんと仲良くしといて、あいつ泣いとるわ、泣いとるぞ。だからあの仲良くしてあげて寂しいんやで、あの寂しいな。だからみんなつるぴかくやんとも仲良くしてあげてね。振動さん、ハリーさん、おやすみなさい、ありがとうございました。こちらこそです、遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございます。ともこさん、無理しないでぼちぼちね、わかる。あのさ、もうしっちゃかめっちゃかだよね、多分全部は無理。インスタ、ツイッター、TikTok、812インスタライブ、5個を毎日はちょっと無理があるわ。でもあのどれもこれもあれもそれも全部やっていく、それはあの決めた。あのどれかをマイナスはしない、どれかをやめるはしない、あのまばらになったとしてもどれも続けることは自分の中であるかなって思ってます。キーちゃん、はい、インスタライブの初日、ペルトさんありがとうございます。キーちゃんが見たこともないでやったこともないのに、あーなんかペルトが光っとるわと思ってライブ見てみようかなって思ってくれた気持ちが一番今日は嬉しかった日、やってよかった、ありがとう。トイちゃん、はい、つるぴかさん、そうそう、つるぴかさんよ、あのトムトムさんがいろいろ教えてくれるわああつるぴかさん、メモメモ言ってマムちゃん、そうそうそう、仕事休みにならないから気をつける、気をつけろ、家庭があるからね、ちっちゃい子供もおるしな、かなさん気をつけて、もう本当に私も嫌よ、県外の人とやり、あのもうお客さんに来たりするから、私も嫌けど、お互い気をつけような。どちらもお待ちしてます。まむちゃん、よかったらまたどちらでもお付き合いいただけたら嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。明日も仕事なので、仕事に行くまでの間にインスタライブとができたらいいなと思ってます。明日の予告は夜の11時半ぐらいからかな、12時前ぐらいから、あの812で配信すると思いますわ。
それだけ予告、明日はね、体だけは気をつけてねって言っとく。ありがとう、トムトムさん、おやすみって言っとく。ありがとう。皆さん暖かくして寝てくださいね、もう言っとく。じゃあオールドジャンキー行くよ。あ、見れなかった日はアーカイブで見てました。だそうなんや、トムトムさん、いや、トムトムさんじゃない、トモコさんや。あ、そうなんや、トモコさんもアーカイブ見てくださってるの。めっちゃ嬉しい。それやったらインスタライブめっちゃやろうって言っとく。このお洋服も気に入ってる、ふわふわで可愛いんだよ、あったかし、あったか祭りって言っとく。うん、めっちゃあったかい。そうそう、じゃあ終わりの挨拶するね。せーの、終わりのじゃんけん、じゃんけん、グー。今日は終わりはグーだった。おやすみー。